豆キュン。冬は虫で、夏は植物？お姉ちゃん、二度と池では泳がないよ。あ、私もよ。お姉ちゃん、早くお家に帰りたいよ。お腹がすいた。お姉ちゃん、池でたくさん泳いだから、ものすごくお腹がすいたよ。何か食べるものない？そんなもの。蜜ありの巣みたいなものでもないかな。蜜あり？かっくん。かっくん。すごくおいしい。いひひひひ。近くにあるか探してみようよ。そうね。あ、お姉ちゃん、あそこだよ、あそこ。どこ？サルビア。あれはただの花じゃない。ただの花だって？ママが言ったこと忘れたの？ママが言ったこと？ママが小さかった時は、おやつがあまり食べられなかったから、サルビアの花の蜜を吸っていたのよ。へぇー。ああ、そうだ。サルビアの花の蜜。うん？お、思っていたより高いなぁ。よいしょ、よいしょ。よいしょ。頑張って。うん、お姉ちゃん。よいしょ。えい、えい。バラ、もう少し、もう少しだけ、頑張って。バラ、大丈夫？ダメだわ。私がサルビアの花の蜜を吸えるよう手伝って。花を一つずつクリックして取ってね。早く、うん、よくやったね、うん、やったー、うん、おいしいね、うん、よくやったね、うん、よくやったね、うん、やったー、うん、ありがとう。やったー！あー、ありがとう。うん、やったー！わー、ありがとう。うわー、おいしいね。うわー、ありがとう。うん、おいしいね。ありがとう、みんな。これおいしいね、お姉ちゃん。お姉ちゃん、アリがあの植物を避けているみたい。そう？じゅー、アリも好みがあるんだな。そういえば草みたいだけれど、ちょっと変な格好ね。何？変な格好だって？びっくりした。あなたは誰？ちょっとここで昆虫の常識。僕は、トウチュウカソウ。そう、草？ふぅ、植物なんだね。そう、その通り。植物の格好をした昆虫だと思ったよ。お？でも、昆虫はカマキリやクモよりもっと、僕を怖がっているはずなんだ。どうして？僕の菌が空気の中に流れ、昆虫の呼吸器や消化器を通して体の中に入っていくんだ。そうやって体の中に入り込んだ菌が昆虫の体を栄養分にして少しずつ増えていくんだ。
気の毒だけど、その昆虫は体の中が菌でいっぱいになって死ぬしかないんだ。そんな。菌で死んだ虫はミイラのようになったまま冬を越して、次の年の夏、湿気が多い日陰で、昆虫の口やお腹、頭を通って、また冬虫夏草のキノコになって大きくなるんだ。僕たち冬虫夏草の菌は、昆虫だけでなく、昆虫の卵やサナギでも大きくなれるんだ。本当に怖いキノコだ。そうかい？僕の名前は冬虫夏草。漢字の通り、冬は昆虫、夏はキノコの姿をした草。ポロ、早く遠くに行こう。ちょっと待ってよ。人間は僕が大好きなんだよ。どうして？昔から珍しい薬として使われていたからね。がんに効果があると言われ、研究が進んでいるんだ。それで今では薬草として使うためにわざわざ栽培もしているんだ。でも今はポロンと私が昆虫ぐらい小さいから私たちも危ないってことじゃない？よくわかったね。ポロン早く逃げよう。